くわよ。舞い散る雪がターフを白く染め上げます。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は2番1馬身差エルコンドルバサー。ダイワスカーレット並びかけてきた。そしてその底を回って16番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは2番、その後ろからダイワスカーレット、その後エルコンドルバサー、そして16番、少し後ろから13番、その後3、4馬身開いてウォッカ、そしてその内を回ってハッピーミーク、少し後ろからエイシングフラッシュ、1馬身離れてマンハッタンカーフェ、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。順位を振り返っていきます。先頭は依然サイレンス鈴鹿2馬身リード。続いてエルコンドルバサー内を回ります。2番、4番手にはダイワスカーレット、1馬身離れて16番、内13番、外を通りましてエイシングフラッシュ、その内並んでハッピーミーク、さらに動くか、それを見るように18番、内からマンハッタンカーフェ、そして内目をつきましては1番、1馬身離れてフィシアーマゾン、それを見るように12番、間もなく第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。2番手争いはエルコンドルパーサー、ダイワスカーレット、残り200、サイレンス鈴鹿苦しいけど粘っている。ダイワスカーレット完全に抜け出した。ダイワスカーレット足を捉えた。ダイワスカーレット今1着でゴールイン。ダイワスカーレット URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優駿たちの頂点が誕生です。2着にはサイレンス鈴鹿、3着に入ったのはエルコンドルパーサー。